皆さん、こんにちは。2000年代初頭に女性のトップアイドルとしてヒット曲を出し、人気を集めた松浦亜弥さん。現在は、結婚し子育てに専念するため、芸能活動をセーブしています。今回はそんな松浦亜弥さんと結婚した立花啓太さんとの馴れ初めから結婚生活について、また松浦亜弥さんの病気や現在についてまとめてみました。松浦亜弥さんは1986年6月25日、兵庫県姫路市出身です。幼い頃から母親の影響で歌うことが大好きだったという松浦亜弥さん。中学生の時、友達から借りたモーニング娘。の CD、ハッピーサマーウェディングに同封されていた第4回モーニング娘。平家道代妹分オーディションの案内を見て、すぐに応募したそうです。そして見事、2000年8月29日、オーディションに合格します。後に、本人はオーディションの状況から、合格したのは予想外であったことを語っています。翌年、2001年4月11日にツンクプロデュース、ドッキドキ、ラブメールで歌手としてデビューを果たします。その後、飛ぶ鳥を落とす勢いでトップアイドルの階段を着実に一歩ずつ登っていきました。しかし、そんな松浦亜弥さんが、2011年に自分の病気を公表しました。4年ほど前から腹痛による体調不良を起こすことがたびたびあり、医師に相談したところ、子宮内膜症と診断されたというのです。激しい腹痛を引き起こしたり、放置すると不妊の原因になったりする恐ろしい病気です。治療法は多岐にわたりますが、病気の原因は今のところわかっていません。私が話すことで、少しでもたくさんの女性の方にこの病気について知ってほしいし、何かきっかけになれば、と自身のブログに綴っていました。前後して、2009年にはハロープロジェクトを卒業し、2013年にはウィンズの立花啓太さんと12年もの長い交際期間を経て結婚を発表しました。ウィンズも松浦亜弥さんと同じく2000年代初頭に登場し、人気を博した男性グループです。立花啓太さんは1985年12月16日、福岡県出身です。2001年3月14日に、シングル、フォーエバーメモリーズでデビューを果たしました。また同年の第43回日本レコード大賞では、最優秀新人賞を受賞しています。当時は、声変わりしていない高い声とスタイリッシュな容姿が話題となり、人気を集めました。交際開始から12年もの長い月日、愛を育み結婚した2人の馴れ初めとはどのようなものだったのでしょうか。2人の交際がスタートしたのが2001年の冬からと言われているので、松浦亜弥さんがデビューして間もなくの頃になります。その後も宿泊先で一緒に朝食をとる姿だったり、音楽番組で仲睦まじい様子を撮られたり、ドライブデートを写真週刊誌に撮られたりするなど、アイドルとは思えないほどのオープンな交際を続けていました。一時は破局した時期もありましたが、約12年もの間、愛を育み実らせてきた2人は、2013年12月24日に結婚を発表します。自身のサイトには、12年間の愛と松浦亜弥さんの心境が綴られていました。今年の冬で12年の付き合いになりますが、私の青春には、すべて彼がいます。悲しいこと、辛いこと、嬉しいこと、楽しいこと全部ですとコメントしています。まだまだ未熟者ではありますが、とてもストイックで努力家、そして彼のサポートができるよう、時に強く、時に可愛らしいしっかりとした女性になれるよう精進いたしますと誓っています。また、時を同じくして立花啓太さんもコメントを発表しました。これから家庭を持ち様々なことを経験して、一人の男としても成長できるように日々精進し、そしてより一層仕事に勤しみたいと思いますとコメントしています。2014年12月24日に第一子の女の子を出産し、そのことをブログで報告していますが、詳しい情報は性別のみで、それ以外のことは何も公表されていません。子宮内膜症を公表し、芸能活動をセーブしていただけに、新たな命を授かった際には、私たち夫婦に新たな絆が増えますと喜びのコメントを発表していました。二人の喜びが大きかったのは、妊娠出産に加え、
松浦綾さんが2007年から患っている病気の改善につながる可能性にも期待していたからでしょう。その反面、妊娠する確率が低下する病気でもあるため、第一子を授かった喜びは夫婦にとって計り知れない喜びであったと推測できます。その後、2018年7月31日に第二子が誕生しています。立花啓太さんはインスタグラムに家族全員の手を重ねた写真を掲載し、家族が増えた喜びを綴っていました。また2020年12月9日には第三子が誕生したことを報告しました。第三子については、第二子同様、性別などは明かされていません。立花啓太さんはブログで、日本で一番バキバキに歌って踊れる三児の父を目指しますと決意を綴っていました。最近では子育てに専念しているため、すっかりメディアへの露出が少なくなった松浦綾さんですが、現在はどのように過ごしているのでしょうか。2017年に松浦綾さんの復帰プロジェクトが始動し始めていると女性自身が報じたことがありました。結局そういった事実はありませんでした。しかし子育てがかなり楽しいと取材に答え、まだ保育園に預けるということは離れたくないのでできませんと語ったそうで、復帰は当分先のことになるであろうと結論付けています。しかし週刊誌の取材を受けた時に撮影された写真がネット上で劣化したと話題になっているのです。松浦綾さんの劣化の原因は病気が理由ではないかと様々な憶測を呼んでいます。松浦綾さんが発症した子宮内膜症という病気は、治療することによって症状が軽くなることはありますが、完治することはないと言われています。しかし年相応の変化ともとることができます。2018年4月上旬、東京都内の幼稚園にて入園式が行われました。そこに姿を現したのが松浦綾さんと立花啓太さん、そして娘さんの3人です。2013年12月に活動休止して以来、4年ぶりに公の場へ登場しました。そこにはすっかりママらしい顔つきになっている松浦綾さんがいました。長女の幼稚園入学を機に復帰もささやかれていたようですが、その後2018年7月に第二子を出産したため、復帰が遠のいたという見方が強くなっていたようです。さらに2020年には第三子を出産しました。三児の母となった松浦綾さんは現在育児に専念しており、完全復帰はしばらくお預けのようです。しかし2022年、ついに少しずつ芸能活動を再開するようです。1月27日 Amazon Audible にて配信開始されたマシュー・ミナミのポッドキャスト番組の初回ゲストとして特別出演し、4月18日から放送のネスレ日本ネスカフェエクセランのテレビ CM で11年半ぶりに CM 出演し、オリジナル CM ソングで歌声を披露しました。可愛い衣装に可愛らしい曲で一世を風靡し、トップアイドルに上り詰めた綾やこと松浦綾さん。現在はすっかりママの顔になり、そして育児をとても楽しんでいる様子がうかがえました。ママになった松浦綾さんの完全復帰はまだ先になりそうですが、テレビでママになった松浦綾さんを見られる日が楽しみです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をぜひお願いいたします。